皆さんどうもこんにちは。休みの日はだいたい昼寝で時間が潰れてしまう料理人かけるでございます。で今日はこちらの色鮮やかな、黄色と赤のパプリカを使って簡単に作れてすぐ食べれるお料理を作っていきたいと思います。それではやっていこう。はい、それではね、お料理をしていきたいと思います。で、このパプリカはね、実は半分になっております。先日別の動画で使ったものの残り半分ですね。こっちも半分使っていきます。まあ、正直4分の1でもいいんですけどね、ちょっと使い切りたいなっていう思いがあるんでちょっと多めにしました。で、こっちは大根ですね。これもね、残り物なんですけど、まずは大根の皮をね、剥いていきたいと思います。大根の皮はね、よく料理人はかつら剥きしてね、おーみたいな感じになる人もいると思うんですけども、これで全然大丈夫なんで、これでこうやってやるのがね、なんだかんだ早かったりしますから、これでやっていきましょう。はい、それではね、大根は大根おろしにしていきましょう。はい、ではね、大根おろしはね、辛みを取るために少し洗いたいと思います。もらい方はすごい簡単で、まあ、こんな風に水を入れますよね。で、この状態でこんな感じのね、目の細かいザルで水を切るだけですね。じゃあね、これで水を切っていきましょう。で、こんな感じで水が切れたら、あとはね、軽くこう絞ってね、水分切って器に入れて完成です。こんな感じでね、絞れましたんで、このまま置いときましょう。それではね、次はこの2つのパプリカをね、切っていきましょう。で、これは、両方ともね、ヘタと種を落としたいと思います。はい、ではね、ヘタと種を落とした2つのパプリカを切っていきましょう。で、切り方は、まずこんな感じで細かくね、切っていって、このままでもいいんですけどね、こっち向けてさらに細かく切っていきます。はい、すべて切れました。なんかこう切れたら柚子の皮みたいですね。じゃ、これをね、こちらに入れていきましょう。大根おろしの中にね、入れて、で、同様に、アパーホテルじゃなくて赤パプリカも切っていきます。はい、すべての準備が整いました。大根おろしがね、ちょっと足りなかったんで追加しました。分かってたんですけど、やっぱりちょっと足りんなということで追加いたしました。はい、ではね、ここに味付けをしていきたいと思います。味付けはですね、すごい簡単で、今日はまたこいつ割烹白だし、白だし料理人だからな、完全に。もうこれをね、ドパーッとかけて、スプーンで混ぜて、もうちょい入れましょう。もうこれで、出来上がりなんで、これで食べても全然いいんですけど、これにプラスね、じゃじゃーん、ツナフレーク、まあツナ缶ですね。これのパウチバージョンを今日は入れていきたいと思います。で、結構量が多いので2つ入れようかなと思います。あらら、この汁はいらんね。汁捨てて、で、ツナを入れていく。まあ、ツナでもいいですし、シラスでもいいと思いますね。その時、家にあるものをね、使ってください。まあ、ツナがね、一番こう家に常にある方が多いかなと思うので、ツナにします、今日は。今日は混ぜこぜのお料理ですね。
よし、そしたらね、2袋入れましたんで、これをさらにね、混ぜていきましょう。はい、それではこんな感じで完成しました。これね、めっちゃうまいんで、ぜひやってほしいです。そして夏はね、食欲落ちた方でも食べやすい素晴らしいお料理となっておりますので、ぜひお試しあれ。それでは食べていきましょう。それではいただきます。今日はね、こちらのコーラと一緒に、いや、コーラの当てとしてね、飲んでいきたいと思います。よし、準備万端。いただきます。こんな感じですね。美味しそうでしょ。これめっちゃうまいんですよね。いただきます。うん、音がすごい。ちょっとカメラ近づくね。うんうん、こんな感じ。まあ当たり前ですけど、パプリカの食感と色合いがいいですね。で、大根はすっごい辛い大根だったんですよ。おろしてるとき手痛くなるぐらい辛くて、辛みが強かったんで、まあ今回はね、しっかり洗いました。まあ、辛いのが苦手っていう方はね、洗うのをおすすめします。で、辛いのが苦手じゃない、むしろ辛みが好きっていう方はね、おろしたまま使ってもらうといいかと思います。これほんと、うん、酒のあてって感じ。私は結構ツナじゃなくてシラスを入れるのもね、好きなんで、まあ、その時あるものに合わせて作ってもらったらいいと思います。うん、うまい。さっぱりしてるね、やっぱりね。全部の味がしっかりします。それじゃね、コーラを飲んでいきましょう。はぁ、梅で、これを最高、最高です。まあ、おそらく大抵の方はお酒とこれで食べたら最高なんじゃないですかね。私はね、お酒ちょっと苦手なんで、これで、まあ、この後もう一本撮影するんでそれもあるんですけど、今日はね、コーラを飲んでいきました。それではごちそうさまでした。それじゃあね、